あ、伊藤です。何ですか？ちょっと出てきてください。伊藤です。森です。ちょっと待ってください。はい、それ一回お願いします。なんで？そう、一回来てください。なんでいいと思う？お願いします、お願いします。あ、ちょっと聞いて。おはようございます。何ですか？何ですか？やめてください。いや、あの、テレギさんの休日撮ったじゃないですか、前、うん、見ました？今日は撮ったな。今日カンタ君で撮ろうかな。はい、休日撮って交通公園ですか？パセリだ。白にしねえ。カットしとけお前。いつもこういうとこなんですか、お昼は？バラバラだけど。ハンバーグだよ。ここやっと食べる。また？生姜焼き定食と、ロース味噌カツ定食。最近の子は TikTok が流行る。TikTok 載せてるんですか？誰が？子供たち。載せとるけど、載せてるんですか？作ってるけど、なんか他の人は見れない。ああ、そういうことですか。撮りますか、TikTok って？何？ TikTok 撮ります？撮らんわ。撮らないですか？ちょっと待って、ちょっと待って、ベタ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 。それでもいい。狭いんですけど。逆にいつもの感覚とは違うものが取れるんじゃない？そうですね、新鮮ですね、なんか。作業着じゃないのが僕、ちょっと新鮮ですね。いただきます。面白いのが撮れるかもしれないから。マジですか？撮れます？撮れたか最高かもしれない。ちょっと期待します。今日一かもしれない。いただきます。あ、美味しそう。面白いと見せろ見せろ。フォークとスプーンでもいいよ、シュウハ。足長くて食べにくいから。レッツでこの子にしない。カンタ君すごい。でもあれですよね、コメントでカンタ君が見たいって声がめちゃくちゃ多いんですよ。YouTube のコメントです。いや違います、なんか普通にカンタ君が見たいみたいな。電話もかかってきてましたよ、一回ジムに。カンタ君いつ出るんですか？バイバイしたね。ミニバイバイじゃないよ。フォークの大学はチームだから、フォークは目標であるから。ないんでしょ。やっぱやばいよね、全部使ってね、これ言い間違って。パセリ、セロリをパセリって言ったこととかさ、ナイフをフォークずっとフォークって言ってますか？いつもどういう感じなんですか？いつもあんまり食べてる、はい、家で。家でです。でもまんまっちゃまんまだよ。あ、そうなんですか。むしろもっと喋らんかった。あ、マジっすか。へえ。全然喋んないですか？喋らんよね。喋っても声ちっちゃくて。すぐママに怒る。
マイナスポイント。自分のせいだね、ママにやったり。本気は怒らない。本気は怒られてる人なんで、ママのせいにするよ。基本なんかそういうじゃれ合いみたいなのが多いだから、家で。基本でも自家用人いないよね、朝ごはん。そうくん、リュウジくん、カンタだ、この3人は基本静かだと思う。ミッチーくんとトッサンぐらいじゃない。そうっすね、今日喋るの。カンタくん、家事とかやったりするんですか。家事とかやったりするんですか。うん、嘘ついた。やらないの。じゃあそこをやるっていう手にしてあげて。だっていつもこうやって見たら、ご飯になっちゃって、ご飯になっちゃって、いつも携帯見てるだけで、ご飯ね、食べ終わったらで携帯ね、ちょっといじったらで、ゲームするんだよ。そうだよ、そうだよ。あ、意外な一面、ゲーマーだよ。あ、そうなんですか。ずっとゲームやってる。ずっとずっとやってる。やること終わったら、はいはいはい。いや、帰ってきたら手伝うとかするんですか。なんかいない。ああ、そうそう、ちょっとだけね。それが子供たちから見たパパのあれらしいよ。ちょっとしか手伝ってないように見えとるらしいよ。ああ、そうなんですか。パンタ、ピーマン嫌いなの。ピーマン嫌いなんですか。子供でしょ。マジっすか。アレルギーって言うんだよ。えか、嫌いな時ですよ。本当にピーマンアレルギー。もうこの顔が嘘か本当か見抜けるでしょ、いい加減。そうです。ハタク、ダメですよ、ピーマン食べないと。食べないとダメですよ。アレルギー。だから嘘つくなって。どれでも嘘ついてないからね。ママを殺したいか。死なないから別に。はい、この前意外と食えた。やだね、ほやだ、ドゥ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 、こぎょりょ。決まってるんですか、どこ行くか。決まってるよ。どこ行くんですか。カリア。カリアまで行くんですか。疲れた。何で疲れたんですか。ハンドルで思いっきり、だから硬いんだよ。あ、そうなんですか。蛇行運転し合わせて見てましたよ。ライトって何や、楽しいですか。何楽しいか楽しくないか、それか普通普通ですか。いってらっしゃー、ハクハクバーバーイ。いってらっしゃー。怖くない。ずー、多分。絶対に話さんからな。話すわけないだろ。やばいやばいやばい。ね、上がったるよ。ちょっとんとしてます。ほら、話してもらえるでいいよ。怖いな。高い高い高い。落ちるよ。落ちるか。僕見てよ。下に行くときが怖いんだよ、これも。3階建てぐらいじゃん。そんくらいありますか。だからウルたちの家2階ぐらい。怖くない。怖くない。怖い、ちょっと怖い。一番のビビリだ。何が怖くないの。怖くない。
ちょっと、降りる時が怖いんだよ。かわいそう。どうすんの？喋れんのか？やっほー。ベルト、ベルト。ありがとうございます。ありがとう。楽しかった？楽しかった？やいつ終わる？終わるのが早い。楽しいよ。ヤーって言ったんだよ。怖かった。さっきメリーゴーランドのアイス買おうか。はい、大変お待たせいたしました。メリーゴーランド出発します。寒いから考えられる。美味しい、美味しい。うん、ママおるよ、ママ。うん、寝る。バイバイ。バイバイ。急ブレーキ止まります。はい、室内での遊び。あ、できんもんね。しないですもんね。こんな寒いのに。外の方が安全でしょ。安全です、安全です、全然。子供も寒いの関係ないですもんね。アイス食ってましょうね。バイバーイ。バイバーイ。ニーニーバイバーイ。バイバーイ。おかえり。楽しかった。いかがでしたか？怖かったっすよ。最後叫んどるもん。おお、最高のトレーナー。待て。待て。
楽しかったみたいですよ。みんな楽しかったみたいですよ。楽しくなきゃ困るけど。そんな感じですね。はい。じゃあ、お休みの日なのにありがとうございました。こちらこそ。せーの。チャンネル登録とグッドボタンよろしくね。バーイとして、また見てねとして。また見てさあ、使われるかな？どうでしょう